ってから自分じゃないみたい。うまく言えなくてごめんね。今何をしているの？メールは返さないよ。返事よりも会えない日を数えてほしい。昨日借りてみた映画、昨日食べたものとか好きな音楽全部教えてはあげない。女の子の秘密を明かさないのが女の子。嘘をついてはいないの、それが定めよ。同じ時間を過ごしたいの。ちょっとめんどくさくってごめんね。君の悪い癖だよ。スケジュール帳作りで一番のいい時期を費やさないで。誰彼みんなから妬まれそねまれちゃうような恋をしようよ。すべきよ。